ブラックライトブラックライトとは、わずかに目で見える、超波長の紫外線を放射する伝統である。ブラックライトの光自体は、人間の目にほとんど見えないが、ブラックライトを当てた物体は内部に含まれる、蛍光物質だけが発光するため、非破壊検査の自己な単焦試験に使われるほか、視覚効果の一種としても利用される。ブラックライト光の波長スペクトルの例形交換を使うブラックライトは、 使用される蛍光体が異なる以外は、通常の蛍光灯と同じように製造される。また、通常の蛍光灯では、蛍光管のガラスは白色だが、ブラックライトでは必要に応じて、ウッドガラスと呼ばれる深い青紫のガラスを用いて、波長400ナノメートル以上の可視光線をカットする。夕方のように可視光線も必要な場合、ウッドガラスは使わない。 蛍光物質には、ユーロピウムを微量添加した、復化放素酸ストロンチウムか、鉛をドープした、経過バリウムがよく用いられる。ウッドのガラスを用いた、ブラックライトの場合、ピーク波長は365ナノメートルになる。白熱電球のバルブにウッドガラスを用いただけでも、簡易、ブラックライトになる。これは、紫外線を得るため、最初期に実際に使われていた方法である。 しかしながら、白熱電球のフィラメントから放出される光の大部分は赤外線から可視光線であり、その効率は極端に悪い。また、電力のほとんどがジュール熱になってしまうため、電球が加熱して危険であるという難点もある。これら以外に、紫外線 LED 照明を用いる方法もある。偽造防止のために、紫外線不可視印刷が施された。 紙幣ブラックライトは屋内における視覚効果のほか、医学、生物学、鉱物学、美術品鑑定の分野や心眼判定でも利用されている。ありがとうございます。